思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはフルメタルボディミーハン。この馬も好スタートを切りました。ミーハン、この辺りも前へ行きます。先手を取ったのはミーハン。黄色の帽子フルメタルボディ、その後ろ鈴鹿ダブル、その前に進出、これに続くのがロンデン返し、その外から大徳オンタウン、ダンスオブサウンド、それに続きますマジカルワード、すぐ後ろヤプシーマン上がっていきました。間が空いてペースセッティング、その後ろからはキックホップソウル、その隣にビリゼ、これに続いて後方ダレオン、並んで2番クーパーシル。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭は鈴鹿ダブル、ヤプシーマン、ほとんど差がありません。ライトクオンタム3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はヤプシーマン、さあいよいよ直線の攻防、先頭変わって鈴鹿ダブル、外からヤプシーマン、ライトクオンタム、いい足だ、ここから勝負をかけます。残り 200m を通過して鈴鹿ダブル粘る、一気にソウル、ソウル、ソウル、1着、2着にはどうやら鈴鹿ダブル、3着に大徳オンタム、ソウル、見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。先行争い何が行くでしょうか。大徳オンタム前に行きそうです。先手を取ったのはダンスオブサウンド、鈴鹿ダブル、そのうちに続いています。これに続いてロンデン返し、並んで11番ペースセッティング、その横にマジカルワード、間が空いてヤプシーマン、口からは東方ダレオン、白の帽子クーパーシリュ、その後ろその外にミータン、その隣にフルメタルボディ、すぐ隣にフッホップソウル、すぐ後ろにビリゼ、並んで3番フルゼイロドスル。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭は鈴鹿ダブル、ロンデン返し、ほとんど差がありません。マジカルワード3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はロンデン返し、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ロンデン返し先頭、リードは1馬身から2馬身、あと 200m、 ヤプシーマン追い上げてきた、ダンスオブサウンド、ここでやってきた、ダンスオブサウンド、差し切った、ダンスオブサウンド、ダンスオブサウンド、1着2着にはどうやらヤプシーマン、勝ったのはダンスオブサウンド、このレースを制したのはダンスオブサウンド。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはライトクオンタムミーハン。この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてミーハン行きました。先手を取ったのは鈴鹿ダブル、並んで8番ロンデン返し、その後ろからはライトクオンタムダンスオブサウンド、それに続きます。その隣にマジカルワードヤプシーマン。この馬もこのグループペースセッティング、すぐ後ろ黄色の帽子ホップソウル、その後ろその横にクーパーシル、すぐ隣にフルゼイロドスル、その横にイリゼ、その外からフルメタルボディ、すぐ後ろに東方ダレオン。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はまだ6番鈴鹿ダブル、2番手はミーカン、ライトクオンタム3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーカーブから直線コースに向きました。鈴鹿ダブル先頭、内から鈴鹿ダブル、ライトクオンタムいい足だ、ここから勝負をかけます。残り 200m を通過してライトクオンタム抜けた、ライトクオンタム先頭、ライトクオンタム、ライトクオンタム1着、2着にはどうやら鈴鹿ダブル、ライトクオンタム見事このレースを制しました。の思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはペースセッティング、綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがペースセッティング、ペースセッティング、先手を取りました。その外に大徳オンタム、内からは鈴鹿ダブル、その外からロンデン返し、間が空いてヒップホップソウル、その外にダンスオブサウンド、その後ろにマジカルワード、その外にヤプシーマン、これに続いてクーパーシリュ、その隣に東方ダレオン、フルメタルボディ、この馬もこのグループイリゼ、そのうちに続いています。その外にミータ、その後ろにサンライズピース、少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。この辺りで先頭が変わりました。ロンデン返し、2番手はペースセッティング、
この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はロンデン返し、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ロンデン返し先頭、さあランスオブサウンド一気に来た。ロンデン返し先頭、残り 200m を通過して、さあ先頭は今度は鈴鹿ダブル、鈴鹿ダブル先頭ライトコンタム、わずかに鈴鹿ダブル体勢有利。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ果たして何がいくでしょうか。トップソウル前に行きそうです。先手を取ったのはナイトクオンタム、ロンデン返し、そのうちに続いています。内からは鈴鹿ダブル、マジカルワード、それに続きます。すぐ後ろに東方ガレオン、ランスオブサウンド、その前に進出ヤプシーマ、すぐ後ろその隣にミータ、内からはディリゼ、その外からフルメタルボディ、並んで11番ペースセッティング、白の帽子クーパーシル、その後ろその横にフルゼイロドスル、サンライズピース、この馬もこのグループ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。ここで鈴鹿ダブル先頭に変わりました。2番手はライトクオンタム、ロンデン返し、3番手後続集団の追い上げにかかります。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭はライトクオンタム、1馬身から2馬身引き離す。残り 200m、 先頭は依然としてライトクオンタム、2番手はクファシル、ライトクオンタム先頭だ、ライトクオンタムゴールイン、2着はクファシル、3着に鈴鹿ダブル、ライトクオンタム、見事このレースを制しました。